はい、こんにちは。こんにちは。はい、久しぶりのバレル紹介です。今日ご紹介するのはこちらです。じゃん。3月14日発売のですね、ジョーカードライバーピースキーパーエクストリームシリーズですね。ジョーカードライバーって言われて皆さん気になるのが値段。これ、こちらのエクストリームシリーズは17,600円。ピースキーパーということで、まあ、パッとわかる人、前情報が入ってる人は、何か誰のモデルかっていうのはわかると思うんですけど、柴田豊和選手モデルですね。柴田豊和選手モデルなんですけど、柴田豊和選手が使ってるのはゼロシリーズの ST6 ってやつ。74,000ちょいちょいするやつ。まあ、それがまあ値段高いんで、シグネチャーモデルとしてほとんど一緒です。ちょっと素材の質が違うとか、磨きの、なんていうの、磨き方が違うとか、なんかそういうジョーカードライバー独自の高級仕上げではなく、お求めやすいエクストリームシリーズっていうのが17,600円で、柴田豊和選手が使ってるモデルとはちょっと違うんだけど、値段も投げ方、投げやすさも多分お求めやすいというか、一般向けになっているのがこの、今回発売されたピースキーパーで、前回のがエイペックスで、今回のがピースキーパー。分かる人は分かると思います。で、葵くんが使ってるのが今エイペックスなんですよ。これですね、自分が使ってる、はい、エイペックス、エイペックスです。と、葵くんに、まあ、投げ比べてもらいましょうと。普段投げてる人の方が分かるでしょうと。ズバッと、はい、ガンガンと、ここが違う、ここが違うっていうのを、はい、葵くんから実際に聞いてみたいと思いますから、後で、はい。まあ、先にこのエイペックスじゃないですね、ピースキーパーの方のご紹介をしたいと思います。ジョーカードライバー、ピースキーパー、エクストリーム、ジョーカードライバー、コンセプトモデルシリーズ0、ST6 のエクストリーム版。最大の特徴である武骨なリングカットや11面ポリゴン、かっこ多角形、はそのままに全長を 1.5 ミリ伸ばし、43ミリにし、最大径を 0.2 ミリ太くし、7.6 ミリに。逆に重量は 0.5 グラム軽量化され、19.5 グラムへ。カット全体の長さは 18.1 ミリか。長さ43ミリ、最大径 7.6 ミリ、重量 19.5 グラム。何年ぶりですか？何年ぶり？ 1 年ちょいぶり？ 1 年ぶり？前作のエイペックスから2年3ヶ月ぶりですね。の新作。前回のエイペックス紹介してるもんね、ここでね。この動画で紹介してます。前作のエイペックスが発売されてから2年3ヶ月ぶりにニューモデルが登場しました。まあ、なんかね、見た目もさほど変わらない。さっきちょっと触ったんだけど、さっきちょっと触った感じ、まあちょっと太いのかなって感じ。そうですね、俺もたまに葵の投げるから、まあまあまあ、でもそんなね、なんか大きい変化はね、ないです。長くなったなっていう感じ。はい、2年3ヶ月ぶりなんで、ジョーカードライバーさん、まあまあ長持ちします。カットとかは。で、ジョーカードライバー、葵がその前使ったのはジルコンだもんね。それも柴田豊和選手モデルのシグネチャーモデル。それからエイペックスに変わって、これ。で、葵の場合は、投げる数が、まあ、一般の人の多分5倍ぐらいは投げて、月に投げる本数。あとはこのグルーピングするじゃん、やっぱり上手いから。1本目に2本目が当たるとか、3本目が当たるってガシャ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 なるから、カットの摩耗は葵は早い方、人と比べると。でちょうど2年3ヶ月って、多分ジョーカードライバーだったら前作買って2年ぐらい使って、そろそろカットどうかなって気になってきた頃、カット減ってきたなって気になるのが一般の人だと思う。葵の、まあ、場合はその前に1回変えてる。2回変えてる、はい、2回。2回変えてるんだよね。2回変えてるんだけど。2回変えてるんだけど、一般の人だったら多分、カットがね、別になくなるわけじゃなくて、なんだろうね、ちゃんと独特ないい残り方するよね、ジョーカードライバーの。はい、ああ、もう滑って使えないみたいなじゃなくて、ちゃんと残って、最初の感触をまあいいところ維持して、はい、うん、いると思う。俺もジョーカー使ってるから分かるんだけど、
結構長持ちする方だと思う。だから2年3ヶ月、まあ間にね、これ今 APEX 使ってる人は間に1回買ってるかもしれないけど、ちょうど新しいモデルを変える、新しいモデルに変えるにはちょうどいい時期じゃないかなって思います、はい、2年3ヶ月ぶりです。さあ早速もう投げますか。あ、ちなみにこのピースキーパーって名前がですね、ゲームやる人ならわかるんですけど、 APEX っていうゲームがあります、大人気の。その APEX っていうゲームがの名前がもうなんか偶然に前回のバレルの名前だったんですね。で今回そのゲームの中に出てくる武器の名前でピースキーパーっていうのがあるんですけど、今回もそのApexの中に出てくるピースキーパー、偶然の一致ですね、はい、たまたま、うん、まあ、柴田豊勝選手だったらエネアも武器にするのかなと思ったんだけどまあまあ最近やってないけどね、よく一緒にゲームやってたんで、そんな感じです。じゃあもう早速投げましょう。はい、取りすぎじゃない点数いい、めちゃくちゃいいっす。はい、どないでしたか葵くん、カウントアップ1100何点か忘れちゃった。1100何点出てた。どうですか。いや、もうまあ APEX もそうですけど、投げやすいことには変わらないですね。前のと比べてやっぱ気持ち太くなってる分、こう持ってる感も大きくなって、自分はすごい
安心して投げれました。安定感が増した感じ。そうですね、こう太くなった分こう握ってる面積もまあ多少なり増え、多少って言ってもやっぱそうですね、大きく太く感じましたね。太いけど邪魔になったりとかはない。全然ないです。安心する方に、いい方に太くなってるって感じですね。重さももう全然、まあ太くなってる分軽く感じないっていうか。あー、まあ多少軽くなってんだよね。 0.5g 軽くなってるんだけど、はい、それも感じない、はい、感じさせないぐらい安定してるっていうか、その重みがね、なんだろう、実際例えば 20g だけど、え、これもっと重く感じるよとかなんかあって、やっぱ安定感からくるんだよね、はい、ふわふわしてると、分かる分かる分かる、バランス悪いダーツ使ってたりするとうわー何これみたいな、はい、なんかさっきよりも軽いし、さっきよりも重いしみたいな、ラウンドごとにあったりとかするからね。バランスがすごく良くて、まあ、投げやすかったり尽きるっていうかあれですけど。今エイペックス使ってる人はこれを使っても違和感はなさそう、はい、もうすんなりスッと多分スライドしていける、いけますね。スライドした上でさらに安定感が増した感じがするから、いい方向に行くんではないかと。そうですね。じゃあもう今エイペックス使ってる人もすぐ変えた方がいいね。変えた。ね、安定感増した。だってダーツなんて安定感がみんな求めるんだから。そうです。すぐ変えた方がいい、ね、自分は好きですね。うん、ちょっと児玉さんに電話しないですね。児玉さん、ちょっといいの出たっぽいんですけどって。まあデザインもかっこよくなってますしね、APEX よりも。そうだね、前の APEX ってさ、なんか先っちょきダメです。なんかちょっと先っちょがね、はい、こう縦にこうシュッシュッシュッくらいだったんですけど、おY がいっぱいになるって、ちょっとデザインはね、前よりはかっこよくなる、かっこよくなってる感じがする。なデザインっていうよりも前のフォルムが、アウトライン、フォルムが前のなんかほんとボンって感じ、はい、だけどなんかスッスッスッ、コンバージョンつけた時とか段差なさそうじゃない？そうですね、多分、はい、前が、前のだったらこう、こうなんだけど、今のなってるからね、チップとの段差とかもなんか少なさそう。そんな感じですか？いいですか？そうっすですね。めちゃくちゃ投げやすいと思います。あとはあとはほいでほいで一番芸人が嫌いな言葉ですよ。ほいで一番嫌なやつです。はい、今日ご紹介したのはジョーカードライバーエクストリームシリーズピースキーパー柴田豊和選手シグネチャーモデルをご紹介しました。死闘もしました。俺がズバッと1100点出してくれてました。素晴らしい、ありがとうございます。 APEX 使ってる人はもうすぐ買いましょう。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます。見てね。いいんじゃない？